キチャンネル。ちょこんにちは。ドラフト戦略、広島カープ編です。はい。はい、今日はカープか。優勝するかと思ったけどね。ねえ。一瞬。一気にね。ね。一気に落ちていって。もう9月の成績がちょっとねすごかったですね。20敗だもんね。20敗ですね。でしかも残念ながらね。はい。Bクラス。はい。でしょ。だからここから逆転法は無理でしょ。ね。まあそしたらもう切り替えて、はい、ドラフトに行きましょうというところで。そうですね。昨年はね、常廣とか、滝田、中田、赤塚と、ね、ほぼピッチャー、はい、で中田高校生一人というところで、まあでも、先発はもういらんでしょう。そうです ね、 おね、今年でこんだけ頭数揃ってるやっぱりチームって少なかったですね。その先発が全く機能せえへん5月だったからな。そう崩れってあるんですねっていう、俺知ってんねん、ドラフト1。おあれひょまあちょっとこれもう今日で4回目か、はい、まさかと思うけど、はい、おいこいつ裏情報喋ってるよとか思ってる人いないよね。あ、知ってるっていう言葉に対してね。うん、たまに真剣に言う人いるからな。そんなのバラしていいんですかみたいな。知ってる予想だから。知ってるって言ってるだけですから。でも本気になる人、たまに今年から見た人とか本気になる人いるから、はい、でも俺知ってる、ね、うん、知ってるらしいですよ。うん、第1回戦で希望選手、広島東洋、渡辺誠也。大正大学。そっち行きますか。そっちか。おやっぱ広陵やから、はい、地元だもん、うん、地元大好きじゃん、はい、やっぱり、うん、で、うん、外野の秋山野間もね、うん、結構年齢がね来てますから、はい、ね、で、まあ、末金中村ね、はい、右、あとはあれ中村翔成もね、はい、いるけども、うん、地元っていうことで、はい、地元の大砲っていう、うんうん、行くんちゃうかって、はい、地元だからね。まあそうですね、うん、でも、うん、もう一人言っていい？もう一人、はい、もう一人おるんですよね。もう一人、はい、もう一人言っていい？可能性として、うん、はい、うん、第一回戦の希望選手、広島東洋、うん、西川二将。おお、これはもう常廣くんの後輩ですよ。青学、青学、はい、うん、まああると思うね。ありますね。うん、外野行くんちゃうかと思うね。うん、どうなんやろうな。西川もいなくなって、ノーマー、もう秋はもう来年37歳だからね、はい、うん、野手は取っといた方がいいんちゃうかって俺思うけどな。秋山選手も年齢考えるとやっぱりいずれ世代交代していかないといけないですからね、うん、で左はさ、うん、左の方がいいんちゃうかと思いがちじゃん、はい、うん、右は末金とかいるし、はい、ね、中村翔成も外野になったら右はいるしと思うかもしれないけど、うん、左も林と田村いるやん、はい、やっぱそこを育てたいよね、うん、あと静岡のゴジラ、はい、佐藤君ね、もう左じゃん、はい、ってなったら、うん、そこ来ると思うね、うん、ってなったら右の方がいいんちゃうかって俺は思うんだよね。なるほど、ウブさんもおるしね、はい、確かに。まあ、そしたら渡辺選手も西川選手も右っていうところありますし、この左右の構成的に左はいるからね、うん、次のこの見越しがね、うん、はい、そう考えると左より右の方が、うん、いいんちゃうかなって俺は思うんだよね、はい、うん、だしやっぱりポテンシャルめちゃくちゃ高いと思いますよ、うん、大学侍ジャパンの4番ですから、うん、はい、でそしたらさ、うん、もし菊池がね、うん、来年35でしょ、はい、だからまあちょっとずつ落ちてくるじゃんね、うん、そうなった時に小園をセカンドか、うん、はい、もしくは矢野をセカンドで小園ショートとか、うん、っていうのにしてサード空いたところに渡辺でもいいやん。あ、そうですね、外野じゃなくても、うんうん、まあ、もちろん外野もいけるし、はい、ってなると、そ、使い勝手いいんちゃうかと思って、しかも地元だから、うん、はい、さすがに野手やろ。そうですね、しかも、うん、高校生とかないと思うね、うん、もう即戦力の野手っていう、うん、確かに外野必要な気がするな、うん、あの、うん、袴田1位あんの？袴田1位ですか？いや、私はもう私の青学なんで、うん、青学の後輩っていう意味では私は1位で西川くんでいいと思うんですよ、うん、だし、もう西川くんはおそらく1位で消えると思うんですよね、うん、2位で余ってはないって私の予想ではあるので、うんうん、渡辺くんよりは西川くん先になんかカープ行くんじゃないかなって気もするんですよね、うん、うん、私の1位はやっぱ西川くんだと思いますね。
青山学院大学、はい、青学で、青学つながりで、じゃあ青学の西川を1位行った時の2位バージョンって言う、2位バージョンだよ、西川行った時で、はい、第2回選択希望選手広島東洋佐々木大、おお、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ青学で揃えますか、でも西川が嫌だから、はい、佐々木でないじゃん、何やね、抑えてサードね、サード抑えて、抑えて、え、でもパンチ力ありますよ、うん、だから渡辺くん言ったら一つ二つなんだけど、はい、そうですね、西川くん行くんだったら佐々木と西川で二つっていう、うん、はい、どう、いや青学でも揃えちゃうっていう、いいですね、いや面白いやん、面白いですね、うん、しかも右じゃん、はい、うん、右で、であの大学通算12発で、うん、でキャプテンやってた青学で、うんうん、顔もいいんですよ、かっこいいっす、はい、うん、いやそうです、そして誕生日ね、クリスマスイブ、おー24日おー、うん、で全日本大学選手権の2連覇、まあ、させてますし、うんうん、その大学選手権でも MVP になってるんですよ、うん、2ホーマー打ってね、うんうん、いや、いいと思いますよ、ね、うん、イメージで西川くんがやっぱりこう上位でっていうところと、佐々木選手はもしかしたら去年の楽天が取った中島選手みたいな感じで、うん、5位6位とかでこう入ってくるのかなってイメージでした、うん、だから1位2位で、うん、でも渡辺君いったらもう1人で2つだからいらないんだよ、そうですね、うん、ガイアサードとね、うんうん、渡辺君取るのは誰、どういう、渡辺君1位で取ったらじゃあ2位、2位どこ行くんですか、どこ行ったりですか、2位、うん、野手で行きます、うん、野手でもいいけどね、うん、もしくは、はい、野手投手野手でもいいよね、あ、まあ、いいピッチャーも一人取っておいて、高校生、高校生、うん、ヤクルトは25歳オーバーのピッチャー多いね、カープですね、あ、カープ、うん、は25歳オーバーのピッチャー多いから、うん、基本的には多分大卒とかで取ったピッチャー多めなんだよね、ってなった時にあと 2,3 年したらそいつは30前後になってくるから、はい、で若いピッチャーがあんまりいないのよ、うんうん、斉藤ね、ドラフト1位で取ったけど、うん、はい、あと小林ね、うん、で玉村カーノが23歳、だから玉村カーノは今年あの大卒1年目と一緒なんだよね、はい、だからそこの20代前半の超前半がいないから、はい、まあ、いいピッチャーいたら、うん、もし渡辺君1位で取れたら、うん、2位で高校生のピッチャー取ってもいいけどね、いいのがいたらね、いや私の推しは結構いますけどね、いいの、います、います、高校のピッチャーで、うん、知徳高校というところから、どこのか、どこ、静岡県知徳高校から2位やで、2位ですか、いやでも、あーでも、じゃあ下位だったら 5、6位とかでいいんだったらちょっと紹介いいですか、小船翼投手、右ピッチャーで静岡知徳高校から、なんと身長198センチ、マックス今もう152キロ出てます、うん、高校生の時点で、うん、で理想は山本由伸投手のようなスッといくストレートをこう投げたいっていうピッチャーで、うん、でもスカウトもやっぱかなり注目してて、うん、ボールの力もありスライダーも曲がるポテンシャルは高いし高校生としてはいい素材だっていう風に言ってるので、うん、でも将来性はめちゃくちゃあると思うんですよね、うんうんうん、じゃそれはいいかもかんだよね、いいですよね、はい、俺ドラフトに、はい、第2回選択希望選手広島東洋けさまる勇気、おお、そっちね、けさまるくんは1位でなくならないですか、いやそれは1位候補ですよ、1位候補ですよ、1位ですよ、うん、でも広島も B クラスだったら2位でも早めだからさ、あー確かにな、けさまるくんどうかな、どうですか先生、けさまるは1位で消えると思うんですけど、多分でもね、どこピッチャーの即戦が欲しいし、だからそのここで取りたいってところあれば、あ確かに上位に消えちゃうかもしれないですけど、うん、いや、やっぱり即戦力で上げなっておきたいとなると2位で余ってる可能性あります、うん、それでいくと、うん、まだ名前出てないですけど東海大相模のタワーマンション、うん、藤田君、はいはい、相模のタワーマンション、うん、左でね、はい、190、藤田龍星君、うん、僕あの子いいと思うんですよね、うん、右だったらけさまる君、はい、左はそこ、うん、もう一人いるんですよ、でもおっ、これかな、島が好きそうなのが、あ、分かった、これかな、分かったぞ、分かったですか、うん、第2回センター希望選手広島東洋高尾正解です東洋高校はい、あーあるな、うん、これは2位で十分、うん、ありますね、うん、3位もあるんじゃん、あります、うん、高尾くん3位ありますね、うん、
だから渡辺、けさ丸、高尾でいこう。あ、そんなピッチャーピッチャーでいいですか、2位3位。渡辺取れたら、いや、いるねんって、そのカープも次行かなきゃいけない人たちもいるね、うん、だから本当さっきも言ったように林田村とかは、はい、もうそろそろ出てきてほしいとこじゃんね、はい、だからそこが埋め出ていければさ、うん、世代交代うまくできていくやん、はい、でも俺はそこが左だから、うん、右もいた方が、うん、で全部左になっていくから、はい、右もいた方がいいんちゃうかと思って渡辺君が俺はいいかなと思ってるから、うん、そこ一人さえ取れれば、はい、多分カバーできると思うね。そうですね。うまく回っていければね。でも外野でも、うん、であとは外国人とかの補強もあるじゃん、はい、でそうなったら1位をそこで取れたらもう次は高卒のピッチャーで、うん、その入れ替えできるように今いいけども次行くためのだから、はい、斎藤とかとね、うん、同じような感じでいければいいんちゃうかって思うけどね。1位で取れれば確かにな。なんか言われてみたらもう今納得したな、うん、僕ちょっと気になった一つあって、うん、今シーズン見てるとやっぱ島内、栗林って後ろの2枚がちょっともたついた時に成績がポンと落ちたし、うんうん、やっぱりここ疲れっていうのが大丈夫なのかなっていうちょっと心配もしてるんですよね、うんうん、右っていうところで右の中継ぎ1枚即戦は、うん、それはもう外国人連れてくるから。あ、それは外国人大丈夫ですか。いんの4位やで。いや、もし取った方がいいかな。4位なんですよ、そこが4位いる。いや、まあ、4、5とかで後ろ取れるんだったらっていう。うん、リスト見て。あ、この子いいんじゃないですか。ん、法政大の吉鶴。あ、鶴さんの息子。はい、最速151の便利屋っていうところであの抑えとかやってますよ。左がもうカープ、ああ右、今右だった右だった左だった左はカープいそうだ、 いっぱいじゃないけど、サワンカルテットいますので、そのこの25歳から25から27番に黒原、そうだそうだ、森浦、森、長谷部、堀江いんねん、はい、だからもし取るとしたらそれこそ高卒とかの方がいいねん、うん、左だと。あ、なるほど、うん、即戦力で取るんだったら後ろの右っていうとこですね。じゃあ俺、はい、ドラフトで4位、4位、うん、第4回選択希望選手、うん、広島東洋、鷲尾光也。三菱重工ベースト。おお、社会人から決め球フォークらしい。おー、だからリリーフいけると思う、ね、うんうん、しかもあの185センチ、はい、富ヶ丘高校から寛大です、うん、決め球フォーク、うん、だから何より いいんちゃう。おー、下の方で取れるかもしれないですね、社会人からなると。そう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 、うん、おいいですね。いいんじゃないですか、うん、いいやろ、うん、結構、うん、じゃあ読んで、だから1位勝負やな。1位によって後ろが変わるな、はい、うん、正直、うん、うん、じゃあ1位は渡辺くん行って、うん、で2位が今朝丸くん行って、で俺ら楽しいな、妄想したのね全部居酒屋さんでしょ。で3位が高尾くん来て、はい、でまた今度上は下から来ての、はい、鷲尾くん行って、うん、でじゃあ5か6で私の推しの未来のピッチャーの小舟くん取ってほしいですね。高橋さん、はい、もうピッチャーいらんで、ね、じゃあマックス野手やで、野手ピッチャーピッチャーピッチャー行ってっから、もう野手やで、次野手行ってじゃあ小舟くん取ってください。あ、でもまあそっか、今朝丸くんと高尾くん取ったらいらないか、うん、じゃあどっかのまた違う球団に残しておきます、小舟くんは。だから野手いるよね、そしたら下位でね、はい、うん、野手ですね。一人ちょっと育成で掘り込みたいんですけど、ね、誰育成で掘り込んでいきますわ。おう、まず支配下で送り込みたいですけど育成で送り込みます、はい、で これ条件付きで、うん、もし渡辺君取れませんでした、はい、西川君取れませんでした、うん、みたいな時に外野の大砲ってなった時に、はい、もしかしたら支配下に入るかもしれないです、うん、日系大のリン君、うん、はい、右の大砲、うん、193cm 93kg、うん、プロ注目の大型、大型だ。これね、人によっては、うんうん、西川君、渡辺君よりもパワーあるんじゃないかと思うんですよ、うん、へー。で、4年の春のリーグ戦の打率4割超えてるんですよね、うん、4発で11打点、うん、今現状プロ志望届出してないんで、うん、出す、まあ、本人はプロ志望って言ってるんで、うん、ちょっと注目しておいてほしいと思います。あ、それで言ったら最初の回にも言ったんですけど、浜松商業高校の鈴川財連くん、財連ね、はい、これもやっぱり私推してる選手大体カープの育成で私も入ってるんで、うん、やっぱ鈴川くんのこの県内ナンバーワンスラッガーっていう、もう素材型、うん、素材型でパワーがあって将来楽しみだよっていう、この育成でもいいんで取ってほしいですね、うん、内野です、サード
じゃあ俺、下位にいるかどうか分かんないけど、ちょっと抑えときたい選手、2人、戸上直樹、おは久保田光る、どっちも東海以下です。あ、で左右なの、福本くんが左で、戸上くんが右なの。へ、これ両方が嫌だから。戸上くんはあの広島瀬戸内高校で甲子園行ってるから、で上武大行ってからの東海以下で、へ、地元広島、いいね。だからもう末金と同じように感じで、もしくは福本くん、こちら兵庫明石商業で甲子園行ってます。へ、2003年生まれ、だから21歳か、だから1年早く行けるよね、プロにね、21歳と24歳か今、だから今年社会人、大学社会人でドラフト候補だったね、あるんちゃう、ありますね。だからこの渡辺くん行ったと、渡辺くん行ってもどっちかあるんちゃう、タイで、そうですね、取れるんだったら、いや、なんかちょっとカープもできてきましたね。もう一人育成ちょっと掘り込んでみたいな。あ、OK です。育成そうだといる？育成ですね。ごめんね。ここで言ったら、本当に入ってるんで、育成ね。はい。この子だね、もうあの、紹介しますと、ギータ2世ですよ。ギータ2世。2世ね。はい、出身が広島商業、広島経済大学。で、ギータの道ですよ。170センチ、85キロと、ちょっと身長ね。アルトゥーベ系？アルトゥーベ系？の左。はい。しっかり触れる、ギータ2世。育成で、ちょっとどうなるか分からへんけど、とっても面白いんじゃないかな。名前は寺本くん。寺本くん。シロ、シロ。シロ。寺本シロじゃないんだ。明徳の俺と同期ですよ。寺本健一くん。誠一くん。誠一。寺本誠一くん。広島から広島経済大学。ゴジラと一緒に。それ何？それ広島の何？佐藤くんは静岡のゴジラやろ。その子は何？広島のギータ？その前も。そうだ。そうだ。大谷。広島の寺本ちゃん。寺本。広島の寺本。広島の寺本です。お、でもできたね。できましたね。できましたね。1位渡辺で、何やったっけ？今朝丸くん。今朝丸で高尾で4位に和氏を。はい。で戸賀の福本で。6人としてね。で、育成で、祖父川君、財連君、財連は3番でいいですか。はい、いいです、いいです。日系男子1君、右、大砲、左、リーダー2世、田本君、3位、財連、財連選択終了。オッケー。めっちゃよくない？だってね、大学9回スラッガーの内外山守れる渡辺取って、で、高卒の2枚ね、注目どころ取れて、で、リリーフ取って、で、社会人の野手、左右、最高やな。育成でも素材が高まったね。おお、オッケー、できた。最高やな。園田さん見通りくれた。だから福本くんはちょっと左がいるからね、取らないかもしれないから、戸賀野くんで終了かもかね、右で。はい、でもいい、できたね。できました。完璧じゃないですか。完璧やな。完璧ですね。わあ、楽しみだな、本番見るの。全然違ったね。こいこいこい、全然違う。え、みたいな。で、こんな感じになりましたけど、カープファンの皆さんどうですか？